おもちゃの国は楽しい国だ。朝から晩まで遊べるよ。好きなことして好きなことして遊んでいられる。学校もないし先生もいない。おもちゃの国は楽しい国だ。おもちゃの国で楽しく遊んでいるうちにあっという間に5ヶ月が過ぎてしまいました。ある朝、ピノキオが目を覚ますと、なんとロバの耳になっていたのです。毎日遊んでばかりいる子がかかるロバ熱はとうとうピノキオを本当のロバにしてしまいました。ロバになったピノキオはサーカスの団長に揺られたのです。けれどもピノキオのロバは失敗ばかりするので、団長は太鼓作りの男に売りました。ロバの皮で太鼓を作る男はピノキオを縛って海へ投げ込みました。それを見ていた仙女様は魚を集めて言いました。魚さんたち、ピノキオを包んでいるロバの体を食べてください。縛った縄を上げた男は驚きました。なぜならロバが木の人形になっていたのですから。男から逃げるためピノキオは海へザン